皆さんこんにちは、芝海雄也の俺の農業。このシリーズでは芝海農園で日々行っている農業のやり方や工夫について紹介しています。今回はトンネルの張り方についての第2回目、ビニールのかけ方について紹介します。次はビニールを、貼ります。ビニールのセットの仕方は、専用の機械もありますけれども、こういった形で黄色いコンテナを使って簡単に作ることができます。ちょっとこっち側やってみますね。動かないように中にこういったピンを仕込んでます。これをちょっと踏みつけて固定をします。そうすると、比較的動かなくなります。で、こういった棒にあっち側を通して、この取っ手の部分ですねを使って通します。よいしょ。こんな感じで完成です。そうするとこう引っ張るとカラカラっと出てくるようになります。で、今回使うビニールはこれはポリエステルっていう、簡易なトンネルですね。霜よけ程度にしかならないですけれども、ほうれん草にかけるのでこれくらいの材質で十分霜よけになります。これをセットしたら今度はあちらに引っ張っていきます。私、マイナビの黒壁です。あ、どうも。どういったご用件で？お困りでしょう。大変ですね。そうですね、ここ去年の秋に借りたんですけど、東京ドーム2個分の広さがあるんですよね。そしたら、この末端は一回結んでください。そうすると杭が抜けにくくなります。よいしょ。で、先ほどピンを仕込んだところに重なるような形でこれをですね、少し斜めですね、これくらいですかね、に刺してあげると。これ地域によってはもう木の杭を打ち付けてガンガン縛るところもありますけど、ここら辺ではこれでしっかり足でその代わり踏んでください。そうするとかなり強くなります。ちょっとこう落ちちゃってますけれども、これは直しながら戻ります。そしたら元の場所に戻ってきたので、今度はこいつをすぼめて、でなるべく強く引っ張ってあげます。結構しっかり引っ張ってあげてこいつを刺します。よいしょ。
もうめり込むぐらいまでしっかり刺してあげます。 OK、まあ、そうするとだいたいこうピンと張れるので、だいたいこれは 30m ですけども、3箇所ぐらいこの仮押さえをしてあげると風に強くなりますね。まあ後で取っちゃうんですけど、まあ、今日はあの風あんま吹いてないんですけど、少しきつめにしてあげるといいです、はい、一応これでビニール張りは完了です。Sto curando, lavorando per una compagnia chiamata Mai Navi. Per cosa sei venuto qui? Sei nei guai? Stai lottando? Già, ho affittato questa terra lo scorso autunno. C'è un'area per due campi da baseball.